ね、久々に、ヨミちゃんも登場なんですけど、はい、まず、慣れさせることが大事なので、うん、いただきまーす。どうも皆さん、こんにちは。歯科医師の大沢です。このチャンネルはですね、歯に興味がない方でも興味を持っていただけるよう、現役歯科医が分かりやすく、そして時には面白くお伝えする歯科バラエティチャンネルでございます。ぜひですね、興味を持っていただけた方は、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。はい、ということで、今日なんですけど、まあ、サムネにもありますように、歯ブラシどうやってやってるのっていうことを結構質問を受けるので、今日はこの娘ちゃん、ね、久々に、ヨミちゃんも登場なんですけど、はい、久々の登場ですね。そうなんですよ。嬉しいですよ、僕。久々に会えて。ヨミちゃんは青いからね。最近なんか疎遠になってる。疎遠いや、嬉しいです。社長忙しいから。いや、もう大沢さん忙しいからね。じゃあ、まず、初めに僕らがやってるところを実際に、ヨミちゃんに動画撮ってもらったので、うん、実際にまず見ていただきたいなと思います。それでは VTR どうぞ。やんのかいよ、もうこうやろ。どうぞ。あ、どうぞ。はい、じゃあ歯ブラシしまーす。上手でしゅね。バいや、上手でしゅね。バいいねしね。さあ、苦手の部位いきましょう。バ上が苦手ね。頑張れ。ちょっとこそばいね。じゅ噛んじゃうんだよね、たまに。はい、ジューズ頑張れ。上の歯、下の歯。あ、やだな、目つぶってる。バ上手。あ、両目。あ、下の歯。あ、下はいいね。下はいい。あ、じゃあ、うお、上手。うわ、こそばいんだよね。こそばいってなんていうの。くすぐったい。くすぐったい。うお、頑張ってるわ。もうちょっと。せーの、シャッカ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 、せーの、うーわー、死んだな。頑張ってるよ、頑張ってる。痛い、蹴られてる。頑張れ頑張れ。せーの、いーあいー、これ噛まれたら痛そうだね。気をつけていいから。やだー、頑張ってる。あ、もうちょい。バイキンなくなってる。バイキンなくなってる。あ、上手。上上手。頑張れー。痛い痛い。よし。ガシンは？ガシン。上手。ニコニコは？ニコニコ？いやー。ニコ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 。いや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 。せーの、ニコニコ。あー。いいぞいいぞいいぞ。上手。こんな感じでテンション上げてやってます。お疲れ様です。お疲れ生です。おしまい。オッケー。よし。よし。はい。仕上げ磨きどうぞ。仕上げ磨きは逆パターン。逆パターンです。自分で戻しに行きます。ありがとう。バイバイ。バイバイ。おやすみして。おやすみ。いや、可愛いですね。ありがとうございます。ただただ可愛いなって思うね。めっちゃ可愛いでしょ。うまいでしょ。うまい。映像でもね。歯ブラシありましたけど、実際にどういった歯ブラシ使ってるのかなっていうのもやっぱ気になりますね。よく質問を受けるので、実際紹介していきたいなと思います。まずはですね、どんな歯ブラシ使ってるんだということで、歯ブラシ紹介していきたいなと思います。推奨してるわけでもないですし、何でもいいと思います。衛生士さんとかね、歯ブラシ子供さんに教えてる人はこれ使ってくださいよっていう方いるんですけど、僕は基本的に何でもいいかなと思います。でも多分理想的にはそれがいいと思うんですけど、まあ僕が使ってる歯ブラシですね。まず生えたての時これ使ってました。この可愛いやつと、こっちシリコンのやつですね。で、この2つ使ってました。なんでこれにしたか、まあ理由は簡単です。もらったからです。お祝いでいただきます。もらったからもったいないから使おうと。正直ですね、はい、ドクターが見つけてきたんだ、選んだんじゃないんですか。そうなんですよ、そう言いたいんですけど、いや、もらったやつです。なるほど、じゃあ歯医者さんにもらったやつです。歯医者さん、いや違う、いとこが全然違うってことです、はい、全然違うです。でもいいと思ってるから使ってるわけですから、ね、まあ僕は初めね、歯の生えたての時っていうのは、まあ、まだ半年だったので何でもいいかなと思って、まず慣れさせることが大事なので、うん、これ何がいいかって、これ毛ですよね。で、こっちはシリコンなので、うん、毛がね、ダメな子っているんですよ。実際にうちの娘も毛が最初こそばい、こそばいって分かるのか、くすぐったいくてシリコンだったら口の中入れられたので、まあ、じゃあもうシリコンでいいよと。まずはね、絶対にね、嫌がるんで、嫌じゃないものを口の中に入れていくっていうことを僕は優先しようと思って、まずはシリコンからやりました。まあ衛生産業では多分シリコンダメっていう方もいるんですけど、もうこれ入りは何でもいいと思うんですよ。なのでこれでまず慣らしていきましたね。こっちも使いながらやって、こっちブラシが使えるようになったら基本的にはもうブラシだけになりました。これ何
なんでこう丸くなってんの？モテるようにです、子供が。あとはもう突っ込まないようにだと思います。喉に突っ込まないように、はい、大きく設計されてるんだと思います。なるほどね、うん、そういった意味もある、ね、なので娘が慣れるまではこれ使ってました、うん、仕上げ磨きも僕これでもやってました、うん、最近は歯が多くなってきたので、うん、最近はこれです。もう普通の歯ブラシじゃないですか。でも子供用ですね。これはなんかトイザラスで買ったんですけどまあこんな感じでええかと。やっぱそれもストッパーがついてて、そう、仕上げ磨きも娘の自分の歯ブラシもこれ自分でやってますね。持てるかな、ちょっとカメラ苦手で。で、やっぱりこのストッパーつけといた方が安心ですね、うん、歩くんすよ、磨きながらいきなり立ったりだとかするので、自分でいつも磨かせるんですけど、結構自分でこうやってやるんですよ、うん、なので立ったりするのちょっと危ないので、これは僕がつけといた方が絶対いいと思いますね、うん、ちょっと安心です。で、もうこれで自分の歯ブラシともう仕上げ磨きもこれで今はやってます、うん、どのぐらいの時間磨いてるんですか？時間で言ったら自分でも磨かされてるので、それを1分2分ぐらいさせるかな、うん、わー上手だねーって言いながら、うん、で僕が大体1、2分かな、これも1、2分ぐらい、うん、まあ大体じゃあ5分以内ぐらいで、うん、じゃあ磨き方的にやっぱ大人と一緒で、まあ最初こう奥歯横上、そうだね、基本的には順番決めてる。僕は下から、下からやります。上はね、くすぐったいので、これ下から、こうやってもうやるんです。自分でね、こういう感じで。あ、今できてません？こういう感じで磨いてるんですよ。でもね、上はね、あ、今日できるじゃん。慣れてきましたね、これ。ちょっと嫌がるでしょ。くすぐったいね。だからね、下から僕やるようにしてますね。なので、基本的に歯ブラシは、僕は何でもいいかなと思います。で、歯ブラシってなかなかこういきなりやるの大変なので、真似させられるような絵本欲しいなと、うん、いうことでこういうのをおすすめですよ。これ実際に使ってるんですけど、うん、歯磨き遊びとか、あとはこれですね、岡田先生からいただいたんですけど、うん、出産の時にねいただきまして、で紹介する機会なかったんですけど、もう結構読んでるんですよ。これめちゃくちゃ良くて、もうちょっとボロボロになってる。そう、ボロボロになってるんですよ。もう読みすぎてカバ君がね、めちゃくちゃ歯良くて何でも噛めるよっていうね、絵本になってるんですけど、今日は森のみんなでピクニックに来ています、いただきますって自分でやるんですよ。だからもう結構これおすすめです、うん、まあいただいたのもありまして、こういうのをまずは読み聞かせて歯ブラシに行くようにしてましたね、うん、こういうアイテム非常に大切だと思います、うん、これあと歯磨きの遊び、これも遊び心があってすごくいいと思います、うんうん、絵本とかっていうので歯磨き大切だよねって、多分全部言葉理解はしないと思うんですけど、歯磨きやってるシーンとかもあるので、カバ君があーってしてるから、はい一緒にやろうねーとか言って慣れさせるのもこれすごくいいと思います、うん、なのでこういうのもぜひ使っていただきたいですね、うん、歯ブラシ歯ブラシっていうんじゃなくて、絵本読んでる時に夜じゃなくてもお昼でも歯ブラシ持ってこうやるんだよっていうことをやればすごく導入しやすいと思いますね、うん、なるほどね、まあ確かに本当経験談というか、はい、皆さんね、やっぱりねハードルがめちゃくちゃ歯ブラシ高いっておっしゃるんですけど、目的はねもう一つだけです。歯ブラシ嫌いにさせない、もうこれだけでいいです。綺麗に取れてるか取れないかもう二の次でいいです。本当に歯ブラシ嫌いにさせないっていうことを重点に置いていただきたいなと思います。お母さんでよくね、歯磨きしないと歯磨きしないとって言って怒りながらやるお母さんいらっしゃるんですけど、これ絶対 NG ですね。この時期の目的は歯磨き嫌いにさせないようにするっていうことでいいと思います。もう1日2日磨かなかったぐらいでは虫歯にはならないですから、だからそういうんで慌てずに、じゃあ今日はここまでできたねとか、あとはこう絵本見せてカバさんやったから明日やろうねとかね、約束だよとかっていう風にやればいいんじゃないかなと思いますので、そんなにグッとね力込めてやらなくていいので、肩の力抜いてリラックスして歯磨き嫌いにさせないためにはっていうことを考えてやっていただきたいなと思いますので、ぜひそのようにしていただきたいなと思います、はい、最後になんですけど、歯磨きの回数とかってどのぐらいやるのかな。基本的に2回ぐらいでいいんじゃないですか。1日、うん、3回とかやらなくていいですよ。時間ないでしょ。ないでしょ。忙しい。だからもう基本的にはうちもそうなんですけど、ちょっと見てる衛生さんに怒られるかもしれないですけど、基本的に夜だけです。昼もお昼寝前は自分でやってる。ああ本当、うんうん、まあ、自分でやるのがいいんじゃないですか、うん、だからあの仕上げ磨きは夜だけでいいと思います、うん、もう余裕があったらお昼とかもやってあげたらいいんじゃないかなと思いますけど、もう基本的に夜やってもらえれば僕はいいと思います。はい、ということで今日はね、娘のね歯
歯ブラシの動画上げさせてもらいました。結構嫁ちゃんにも質問を友達から来るみたいなんで、僕が歯医者っていうことでね、気になってるお母さん方いると思いますので、ぜひですね、なんか参考にしていただきたいなと思います。今後ね、娘ちゃんがもし仮に虫歯になったら、なるの、切腹します。切腹したいと思います。いや本当にそれでよろしくお願いします。小学校卒業するまでは仕上げ磨きしようかなと思っておりますので、小学校卒業するまで見届けていただきたいなと思います。もし仮にほんとちっちゃい虫歯でもあったら、うん、切腹します。小学校6年生で親に磨いてもらうってなかなかね難しいです。でもね、僕的にはね、磨かれてもねチェックはしてほしいなと。あ、磨けてる、思います。磨けてるか、やっぱりね、小学生でね、もう任せてますっていう子ね、結構虫歯多かったりするので、嫌なんだけどね、最後ちょっと見せてーなーとかね言うて、ちょっとチェックぐらいはしてほしいなと思います。ね、この動画がいいねと思ったら、ぜひグッドボタンをチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さら、バイバーイ。バイバーイ。した。バイバイ。